九条義経は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての九行、家人。関白、九条金座の次男。官位は、十一位、摂政、大乗大臣。九条家二代当主。あと京国殿と合した。通称はあと、京国摂政、中見角摂政。自称三年元服し、十五以上に助せられる。元略二年十三位。文治四年、道母兄。 両通が創生したため、金金の着難となった。その後も、県中納言、正事くらい、県大納言と昇進し、研究6年に内大臣となった。しかし、翌年11月、反県民派の単語局と、源のみ父からの反撃を受けて、父と共に、朝廷から追放され、湿気を余儀なくされた。正事元年、左大臣として、政界復帰を果たし、 その後、内乱となる。そして、兼任2年12月、土見門天皇の摂政となり、兼任4年には、11位、大乗大臣となった。しかし、元休3年3月7日深夜に遜し、去年38、九条義経家比、鴨川藩、京都市佐京区下津都町義経は、若や書道、を、監視に優れた、教養人だった。特に書道においては、 天才的で、その屈曲に激しく、線に強みを加えた書風は、後に、五教国中と呼ばれた。また、おじ、寺恵を講演、協力者として、研究所年頃から、花壇活動が顕著になり、同元年、花月百首、同四年頃、六百番の歌合わせなどを主催した。その活動は、三っ子左家との強い結びつきのもとで行われたが、六条家家人との、 交流もあった。このヨシツネ壇は、後に、新古今和歌集へと結実していく、新風和歌を育成した土壌として、大きな役割を果たす。その後は、後鳥羽院歌壇へ移行し、ヨシを含む三子左家一派は、中核的な位置を占める。研究元年、和歌書設置に際して、よりうど筆頭となり、新古今和歌の集の先週に関係してその彼を書いた。事前の歌集、 秋市の月星集は六歌集の一つとなっている。五教国度の五字家号も、作風を知る上で講師料となる。日記に、とのき、著作に、大間製文章がある。小倉百人一首では、五教国摂政前大乗大臣として知られる。九十一番、キリギリス泣くや下世の寒しろに衣肩しき、一人かも眠日付イコール旧歴また、吉政商人も、吉常のことされる。 玉葉文治5年11月11日上によれば、義経の名前が刑人となった、源のヨシと同じ読みになることから、金金は義経を解明させるべきと考えて、兄、両通の意味名を選んだ、藤原長光に解明案を出させているが、最終的には行われなかった、ISBN 978から4から585222170。あと、 京国接種前大乗大臣に関するカテゴリー、ありがとうございます。